Hi there, pleased to meet you. Come inside. 大学でメディア学を専攻しているジョナサン・ホームズさん。レコードコレクターでもある彼は、去年、一枚のレコードを手に入れました。それは、エドワード8世の退位演説が録音されているものでした。This was probably made after the abdication speech. When you hold the record in your hands and you can see the grooves and that, it's like you are holding a piece of history because you connect it because you own that copy. And it's nice to be able to connect with the music and the speeches that I own. I think where he says at the start, he says, I've never wanted to withhold anything, but until now it was not constitutionally possible, you know, for me to speak. That's very, very toned down for him to say, I've always wanted to be the same person that I could, but I was forced to keep quiet. Give it a quick wind up.1936年12月11日、午後10時、ウィンザー城内の特設スタジオでエドワードはラジオマイクに向かいました。For me to speak. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do, without the help and support of the woman I love. And I want you to know that the decision I have made has been mine and mine alone. I have made this. 最後にエドワードはイギリス国民への感謝の言葉を述べて7分に及ぶ演説を終えます。And now we all have a new king. God bless you all. God save the king. これが今 VTR でもかかってたレコードの現物でありますけれども、やっぱりとにかくここでラジオっていうメディアが用いられたことがやっぱり大変意味があるんだろうと思うんですね。ファッションから恋愛から何からトップを切って実践していた王が、こういう危機の時代になって世界恐慌から7年経って、ナチスが政権を取って3年経ってっていうこの時代に愛を掲げて、しかしそれで力強く王としての職務に邁進しますじゃなくてやめますと、こういう話っていうのはやっぱりこれ大きな、なんて言うんだろう、歴史のやっぱり節目になってる、いろんな意味で象徴的な演説だと思うんですね。このバーン見るとすぐ気がつくんですが、メイドイン USA って書いてあるんですね。イギリスで作ってるんじゃないんです。こういうのを、いち早く大衆向けのご商売にする
メイドイン USA というのは実にこう象徴的、ウォーリスが、アメリカから来て、そして、彼の対演説の放送のレコード大衆版、大衆廉価版がですね、アメリカで、大々的に売り出されるというのは大変、まあ、その点でも象徴的なのじゃないかと思って見てたんですが、さっき片山さんおっしゃったようにエドワードの生き方が時代の趨勢に合わないとか、うさぎさんがおっしゃったようにね、彼の性格から言うと傾聴不白な性格から言うと、もうなんかめんどくさい、えいやめちゃいっていうのももしかしたら背景にあるかもしれないけれども、やっぱり私はエドワードの放送で言った、この愛の支えなしに僕は国王という務めをやっていくことができない、やっぱりあそこに私は真実が宿ってるというふうに思うんですね。やっぱりこの愛にかける彼の真実っていうか情熱っていうのは存在するっていうふうに私は思いますね。なるほど。やっぱりこれからね、第二次世界大戦がねこの後始まるわけじゃないですか。女のために王冠してるような人が王様のまんまだったらやっぱり戦争は乗り切れないんじゃないかな。やっぱりこう浮ついた王では困るわけじゃないですか。戦時中はもう国民全員が苦しむわけですからね、戦争に。その時にこの人が王だったらなんかまた逆にあんまりイギリスは良くなかったような気がするんですけど、そうすると原因は王冠をかけた恋だけども、結果彼は国王を続けないっていうことはイギリスにとっていいことだったのかもしれないんじゃないかなって気もしてくるんですけどですからね、おっしゃる通りでエドワードは残りたければ、ウォーリスを諦めて王位にとどまれば、とどまりましたから。ただ結果として見ると大変真面目で、職務に忠実な次の国王が出てらっしゃったから、まあ政治が結果往来の世界だというならば、まあ良かったのかもしれないとは思いますね。でもまあ確かにこれから戦争になるときにこの人が王で良かったのかっていう論議をすると、この人はやっぱりこう愛に生きるべき人だったとは思う。こんなに自由でこんなに個人